話室吉澤。ようこそ談話室吉澤へ。俳優吉澤亮さんの作品やお芝居について語っています。お相手はあんこが苦手な私桜餅、ピアノは友達のウイローさんときびだんごさんです。それでは本日も勝手な推し語りにどうぞお付き合いください。さて、夏空を見ています。夏が大樹さんのために出る演劇の舞台背景を天陽くんが描いてくれることになったというところまででした。今日は第4週の水曜日、21話です。そういうわけで演劇部の練習を見学に天陽くんが学校に来ました。自転車です。むちゃくちゃペダルが重そう。最後の方で病院から家に戻るとき、体が弱ってるからそんなにペダルが重そうで辛いのかと思っていましたが、なんとそもそもこの自転車のペダル自体むちゃくちゃ重いということが分かりました。いや、十数年後も同じ自転車かどうかという問題がありますが、天陽くんのお家ならおそらく同じ自転車なのではないか。10代のこんな元気な若者の状態でこんなに大変なんだから、病院を抜け出してきた天陽くんにはさぞおつらかったことと思います。夏と雪次郎を見つけて、やあと片手を上げてくれますが、このブレ方で片手運転大丈夫ですかと心配になるところ、雪次郎が久しぶりというのがあったかくてマジいいやつだなと思いました。演劇部のみんなのところへは雪次郎に押されて背中を丸めてペコッとしながら、いかにも連れてこられましたという感じがいいです。それでも先生と向き合って紹介されると明るい表情で先生を見上げます。倉田先生がよろしく頼むと独特の高めの握手を差し出すと、あ、どうもと両手でしっかり握って先生を見つめる天陽くんがちょっと緊張気味で唇をペロッとしたりして、倉田先生、こないだ夏の時も思いましたが、握手の位置がむやみに高いですよね。ちょっとこれで相手をびっくりさせようというか、そこまでじゃないけど、ちょっと煙に巻いて様子を見ようというようなところがあるのかなと想像してしまうような癖の強い方ですが、天陽くんの方も一応かしこまりつつ穏やかに倉田先生を観察しているところが芸術家同士な感じでちょっといいですね。台本を読んだかと聞かれて、読みました。それでどんな絵を描けばいいですか。とてもまともな質問です。しかし次の倉田先生、案の定好きなように描いてくれと言います。言うと思った。絶対言うと思いましたよね。続けて、君の絵にはトカチに生きる人の魂がくっとこう見事に表現されていた。むちゃくちゃ癖が強い。綺麗な横目で先生をじっと見ながら聞いていた天陽くんから安定の、はい。せっかくきちっと質問しましたが、やはりここは、はいってなりました。この天陽くん、かっこ吉澤さんの、はいとか、えとか、すごく好きなので、倉田先生ありがとうという気持ちでおります。倉田先生、癖が強いですが、天陽くんの絵について、ここでとてもいいことを言ってくれました。トカチに生きる人の魂を表現する。まさに天陽くんの描いてきたものです。しかし、天陽くんがうろたえていることは1ミリも意に介さず、その君の感じるまま好きなように描いてくれたまえ。うん。と癖の強いまま、大道具の皆さんに紹介を始めていく倉田先生。非常に雑なオーダーですが、芸術家同士ならありなのかな。天陽くんもちょっと考え込んではいますが、そこまで困っているような雰囲気でもないです。何気に番長にライバル視されてて受ける。そしてなぜかそのままその日の演劇部の基礎練習に付き合う羽目になって、校庭を一緒に走ります。手をひらひらさせてヘラヘラと走る天陽くん、なっちゃんと目を見合わせながら、5、6、7、8というべきところ、もう息が上がっているのと笑い崩れてるのとでろくに言えてないところが妙にリアルで可愛いです。最高。
その後の発声練習も一緒にやってほしかったなと思いますが、ニコニコしながらなっちゃんを見ています。このなっちゃんを見る目が昔から変わらないですよね。隣に並ぶ夏に絵を見せてもらうところ、ちび天陽くんの頃と変わらない。幼なじみからのいい空気感です。実際のお芝居の稽古になると腕を組んで見ています。傾いた肩、丸い背中、喉仏、真剣さがいい。目の前の芝居の稽古を集中して見ている天陽くんが、きっと吉沢さんもお稽古中集中して見ているときこんな感じなのではないかという雰囲気に重なって、ここもドキリとするところ。そして窓明かりの前に立たせてくれた方、ありがとうございます。倉田先生のたびたびのダメ出しに、夏と倉田先生をパチッパチッと往復してみて、この場で起きていることをすべて見て取ってやろうというような眼差しが真剣です。倉田先生のことも厳しい目つきで見ていますが、この場にいる誰よりも意図が分かっている人ですよね。ここでまた倉田先生の名言、下手というのは何かをやろうとしてできないやつ、何もやろうとしていないやつは下手以下。これは覚えておきたい言葉、自分に喝を入れたい時に取り出したいと思います。そしてまた別の日も天陽くんお稽古を見に来てくれていますが、倉田先生が夏に魂が見えてこない、もっとちゃんと気持ちを作れとたびたび言うと、魂なんてどこに見えるんですか、魂なんて作れませんよ、ついに厳しい顔で倉田先生に言いました。というところで今日はここまで。明日はこの言葉の意図が明らかになる続きです。よろしければどうぞお付き合いくださいね。それではまた。